こんにちは。はい。じゃあ、じゃあ行きましょう。今回は。だって、打者部門とかさ、お前ほんと雑だよね。なんか、投打に、ほら、投打に渡ってるから。お前なんか久しぶりにさ、こうやってテレビっていうか、こう、カメラの前で話すけど、うんうん、もう雑になったね。だーとかさ、とーとかさ、とーだに渡ってとか、うん、たの久々に豊さんと、うん、あの公の場で野球の話をできるので、公の場じゃないところで野球の話でまあしたことあるじゃないですか。いろいろ裏話聞いたりとか、今日なんかすごく真面目な今回話を、当たり前だよお前。こうお前真面目なチャンネルだから、高木豊チャンネルってのは紅葉っていう。そうなんですか。あんな話たくさん聞いてるのに。ドキドキしてくる。なんですコンプライアンスの問題で今厳しいもんね。何がセクハラ問題って。そう、そうそうそう。でもそれは相手が聞いてそう思うか、うん、本人がそう思うか、うん、それは全然違うわけでしょ。そう、全部だから相手次第なんですよ、ね、いやだから俺が何言ったってセクハラと思わないでしょ、うん、もうまだだって豊さん自体がもうセクハラ違う。なんだ豊さんがそういうキャラだから。別にあのオープンな、セクハラ、オープンなエロい方はいいんです、明るい。誰がエロいだ。俺全然エロくないでしょ。またまたまた。じゃあ行きますか。打者ね、打者、はい、じゃあ打率行きましょう、はい、広島の鈴木誠也選手、3割3分5厘、ね、鈴木キャンプの時に鈴木誠也に話を聞いたら、うん、今年のホームランの話をしたんだよ。うんうん、ホームランの話、はい、なんかホームラン打者っていうイメージが強いじゃない、はいはい、強くない。いや、なんかどっちもいけるかなってイメージはあるんですけど、まあ、でホームランの話をちょっとしたんだけどさ、はい、いや豊川さん僕ね、うん、ホームランってマジ狙ってないんですよって。あ、とにかく低いライナーを、うん、打ちたいんです、うんうん、でこの課題は右に対して強い打球を打ちたい、はい、今年はね、うん、でなかなか右に対してはうまくいかなかったんだけど、うん、で率が残るようになった。で誠也に聞いたんだけどさ、うん、僕全部の打席全部打ちたいんですと。いやそれはみんな全員打ちたいよ。もちろんもちろん。それは打席に立ってボン出していいっていう打席を作るなんていうのはないよね、うんうん、でも俺なんかは現役の時代に調子悪い時なんか、うん、とにかく1打席はこれ捨てようと思ったりとかしたことがあるのね。え、あ、そう、うん、ボールの球筋をずっと見て、でどういう攻め方をされてて、うんうん、次の打席に生かそうとかさ、うんうんうん、そういうこと考えたことある。でも三振は嫌だなと思う、うん、で振りに行って当たってそれがヒットになればいいっていうぐらいに思った打席もあったわけね、うん、はい、でも鈴木誠也はもう本当になんかこう嘘をかきねなく、うん、全部打ちたいんですって言ったのが印象的だった。すごいなんか少年の感じですよね、うん、いやだからそういう執念がやっぱ首位打者に導いたのかなと思ってさ。そっやっぱ打たなくていいとか、うん、あここはいいとか、うんうんうん、もう試合が終わったからいいとか、うん、そういう人は取れないよねやっぱり。もうとにかく打ちたいんだっていう、とにかくどんな場面でも、うん、どんなにゲームが崩れても、うん、打席に入ったら打ちたいんですと、うん、だから俺は取れたんだと。そうか、そういう風に考えてるんですね。そうそう、鈴木誠也選手って素敵な男だよ。いやそうですよね、イケメンというかハンサムですし、もちろん、うんうん、ハンサムか、うん、スマートスマートっていう感じがしますよ。スマートこっついぞ。顔がスマート、なんかこうかしこ、なんて言うんでしょう、お前なんかどんどんボケそうっていくね。お前でもほら別にほら、いや正観だよ。そう、野獣とかではないですけど、うん、うん、だ爽やかな感じがしません。すごい爽やかなイケメン、おめでとうございます。おめでとうございます。そして、はい、本塁打、はい、外選手、まあ打点もつけようか。あ、外選手、そうですね、うん、43本のホームランと108打点、うん、そうだな、まあやっぱすごいよね、うん、そのホームランと打点っていうのは大体つきものになってくるんだよね、はい、まあだってホームランっていうのは、うん、ランナーがいれば2打点になるし、はい、2人いれば3打点になるしみたいな。そっか、セットになってくっついてくる、うん、セットになってくっついてくるから、だから2つ取れたっていうのはすごく評価に値するよね、うん、そうですね。ただやっぱり外と話をしたんだよ、うんうん、そしたら
ポジションがセカンドと、ライト守るんだよね、はい、ですごく苦労してたわけ、うんうん、それ外にバッティングに影響しないかって聞いたら、まあ神経は使うと、あやっぱり、うん、で一番好きなポジションは何なんだって聞いたら、うん、サードだって言うわけよ。だから全然違うとこ守ってんじゃん。そうだ、うん、かいやそしたらな、でもサードには宮崎がいるんだよ。あで宮崎と外を守備力を考えた時にどうなのかっていう問題もあるし、うんうん、だから例えば外が素直に三塁手にパッとつけれれば、うん、これもっと打つんじゃないかと思って、結構ね、あの守備の負担ってバッティングに影響してくるんだよね。それって外国人選手ってさらにそうですか、うん、やっぱり。いやあんまりは気にはしないよ、うん、日本人ほど、うん、そんな使ってる人が悪いっていうふうにおそらく考えると思うんだけど、うんうん、だけどやっぱサードって左側じゃない、はい、でセカンドライトって右側じゃない、うん、これ角度が全然違うよね、野球の角度が。確かにそうだ、全く、ま、逆ですよね、うん、だからそれを考えたらやっぱ外ってまあ守備で足引っ張る時もたくさんあったけど、うん、だけど慣れない不慣れなポジションで、うん、これだけ数字を残せるっていうのはただもんじゃないなと思ったね。そうですよね。だからこれでさっき本当言ってたように、うん、サードを外がきっちり守れて、うん、サードに行ったらもっとチーム的にも数字も上がっていくってことですよね。まあ、チームはまあ宮崎を移動しなきゃいけなくなるから、だからそれは分かんないけど、外のなんかこう成績は上がってきそうな感じがするよね。守備一つ取ってもそうなんだ、うん、いやだから話してみるもんだなと思ってさ、確かに、まあ、確かにこう来日した時はサードやってたんだけど、うん、で宮崎が戦々恐々としてたのよ、うん、首位打者取った翌年で、はい、で一生懸命やってるわけ、うん、お前なんかいつに何行く一生懸命やってんなって言ったら、うん、いや外が入ってきたんですよ、ポジションかぶるから、うんうん、でかぶると思ってたからね、うんうんうん、でも監督はあの宮崎のサードは外さないって言ってたから、そうん、だからでもそれなんか危機感を感じて一生懸命やってた、うんうん、そういう宮崎の姿も思い浮かべるよね、外を見ると。そっか、うん、だからまあ外のねこの2つのタイトルはまあ良かったと思うよ、うんね、ですね。おめでとうございます。はい、続いて安打ですけれども、はい、最多安打は中日の大島選手、はい、174本、うん、まあ坂本と争ったんだよね最後、うんうん、俺これ何タイトルのとこ坂本ないんだね。ないんですよ。なるほどね。そう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 、ホームランもね、うん、外がそうだよ、目の前で外に3本ホームラン打たれ、うん、ね、目の前で大島に打たれみたいな、うん、タイトルがまあ遠のくというね、うん、まあいうことだけど、まあ大島ね、はい、先ほどどっかの動画で中日は必ず強くなるって、うん、ね、このタイトル取ってんじゃんちゃんと大島が。そうだでしょ。だこれ来年への何かこうつながりになりますよね、中日の強さ。まあでもヒットを打たしたらナンバーワンだけどね、大島なんて。昔からうんうんうん、うんうん、それは打てるよね。それは打てるよね。簡単に言うけど、いや打てるけど、まあでもそういう選手ですもんね、元々が。いやそういう選手だよ、うん、大島選手は、まあ、取らなきゃいけない選手が取ったというね、うんうん、もうここはそうですね、もう鉄板だよね、うん、鉄板、ね、はい、そしておめでとうございます。でまたここで、はい、鈴木誠也選手が出てくる、うん、出塁率。いやまあこ打席を丁寧っていうか大切にしてる証拠だよね。打ちたいで、つまり打つということは出塁率にもつながるってこと。まあ打ったということは出塁率につながるし、うん、打つには高打率をな、うん、残すにはボールは打たないという、うん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 、でフォアボールにつながった結果がこの4割5分3厘、うん、半端ない数字だよ。すごいですね。もう足パンパンだぞお前。もうちょっと待って、いやめっちゃ疲れるから。出塁するっていうのは疲れるし足パンパンになるしみたいな。なりましたやっぱり。めちゃくちゃパンパンだよ。それあれフォアボールの時は、うん、あでもそっか、次走らなきゃいけない。俺も走らなきゃいけない。そっか、盗塁しなきゃいけないから、うん、まあ鈴木誠也もね、うん、足が万全であれば、うん、俺3割30本30盗塁やったと思うのよ。あ、トリプルスリー。でもね、やっぱ右足首の状態があんまり良くないんだろうね、うん、まだね、うん、まだ本当に完治してないというね。でもそう考えると、うん、
どの選手も、うん、その143試合って、うん、毎日ベストな状態でできてるわけじゃないじゃないですか。そうそうそう、その中でこういったタイトルとか数字残せるってやっぱりすごいですね。いやすごいよね、うん、そこをごまかしていくのが技術なんだけどね。あ、うん、相当ごまかすでしょラジオやってると。でも嘘800並べて、いやいや、でもラジオって声だけしかないんで、うん、結構ごまかせないんですよ。声に乗るんで、それが本当か嘘かだったり、今日体調いいか悪いか、うん、例えば前の日嫌なことあったとか、結構声って声だけ出るんですよ。俺顔に顔が出るからね。なんかまあ俺の視聴者は厳しいからね、女性に女性にマジ厳しい、見る目があるから。そうですね、見る目がある。こいつダメだとかこすられるから。こすれ、でも、もうここ数日でこするという言葉は覚えました。こする、はい、はい、次、近本トレイヨー、おめでとうございます。いや、これ価値があるのがさ、うん、やっぱり山田哲人と争って取ったということ、うん、また新人ということ、うん、ね、で、この盗塁がクライマックスに導いたということ、うん、ね、まあ、全部ではないかもわからないけども、うん、いや立派だったと思うよ。相当疲れたと思うよ。いや打って走るって疲れるんだよ本当に。そうなんですね。ああ疲れる。なんか見てる方は打って走るってまあ基本動作じゃないですか。その派手さはないじゃないですか。その何の派手さ。なんかこうホームランハンターとか長打とかね、そういう派手さじゃないですけど、でもやっぱりすごくこうなんだろう、体に来てるし、こういう体に来てる、シンプルなことが勝利につながっていくじゃないですか。うん、そう考えるとやっぱりすごい。今体どのぐらい疲れてますか、近本さん。知らないよ、まあ、なんか俺が乗ってこないからごまかそう。いや違う、なんかね、なんかあそっかと思って。いやそうだよ、うん。どのぐらい疲れてますからね。お前メモリないわ。いや なんか 10cc ぐらいだとしてメモリがどのぐらいかなと思って。ちょうどそれ 10cc というより1リットル単位にしてくれ。じゃあ1リットルね。もうね、10だとしたら、いやもう残り 200cc ぐらいしかない。もうほんと疲れてる。でもよく頑張ったよ。そうですね、新人のなんていうの、安打の記録も塗り替えさ、うんうん、もう本当に近本ね、盗塁だけではなくて、はい、ね、チームに貢献した、うん、近本の存在っていうのは大きかったね。そうですね、うん、このモチベーションはあと来年体力的にも、まあ、まずはやっぱクライマックスで、あ、やっぱ爆発しないとね、うんうんうん、足でかき回してほしい。もうちょっと 200cc しかもうガソリン残ってないけど。このそっか、ちょっと休養できないから、いもうピットインできないから。いや本当だよお前。で残りの燃料で、残りの燃料で、あとフレッシュさでなんかカバーできるかな。もうねフレッシュさもなくなってるよ。もう疲れちゃった。もう 200cc しかないから。そうそう、でもじゃあその 200cc の、うん、残りでどのぐらいこの CS で彼の頑張ってる姿っていうのを見られるかっていうのもちょっとそこも私みたい。まあシーズン通りにやってくれればね、うんうん、まあいいと思うよ。そんな力まなくて。クライマックス初めてじゃないですか、うん、まあ阪神の選手はまあ福留とか経験してるけどね、うんうん、でも若手が多い中初めての経験じゃないかな。そうですよね、うんうん、まあ相手が DeNA ということでね、最初当たるのがね。でそこを突破すれば、でまた DeNA になんかよく打ってるイメージがあるんだよね近本って。あ、じゃあね、阪神側はいいし DeNA 側は嫌な選手ですね。俺側はね、俺が嫌だ